ではエンタープライズブロックチェーン構築の基礎ということでパブリックに関する、トピックで、私久瀬副所長の、佐藤と、こちら近藤の方から紹介させていただきます。本日の発表の流れですけれどもこのような形で進めてまいります。まずですねエンタープライズブロックチェーンちょっと復習しつつ、ファブリックはどういうものかっていうのをご紹介した後でちょっと技術的に、踏み込んだご紹介で後半のセッションではユースケースということでトークンのユースケースに関してご紹介していきたいと思います。ではまず概要のところです。先ほどのオラクルの中村さんからもですねご紹介があったところがあるのでちょっと復習がてだという感じなんですけれども、エンタープライズでの、ブロックチェーンの利用というところで言いますと、主な期待感としてはですね、複数の組織の間で、信用できる、取引を実現する仕組みとしてこうブロックチェーンが使えるんじゃないかという期待感があります。でこちらでですね、企業間の、ワークフローを効率化したり、あるいはその中でこう新たな価値を創生していく、そういったところに使っていけるという期待感がございます。でエンタープライズで使うにあたってですね、いくつか要件があると考えておりまして、ちょっとこちらに主だったものを挙げております。基本的には B2B で使われることが多いので、B2C のようにですね、こう参加者がたくさんいるというよりは、トランザクションの性能ですね、特にスループットであるとか、レイテンシー、このあたりがやはり優先されるというのが一つございます。あとですね、ブロックチェーンで言いますと、ネットワークに参加しているところでですね、情報は基本的には全部公開するっていう世界観だとは思うんですけれども、エンタープライズではなかなか、それだけではちょっと苦しい部分があって、一部のデータに関しては特定の、複数の組織にしか見せたくないみたいなですね、データの公開に関するコントロール、このあたりも、機能としては必要になってくると。あとですね、実際企業の中で使っていくとなっていったときにやはり気にされるのが、本番に使っていく上でのこう品質面であるとか、サポート面がどうなっていくかっていうところも結構気にされがちです。ちょっとこちらも踏まえまして、ブロックチェーンの分類に立ち戻っていきたいんですけども、こちらも中村さんの方からご紹介あったので軽くなんですけれども、大きくはですね、ビットコインやイーサリアムに代表されるようなパーミッションレス型というものがあって、これはそのパブリックにネットワークが作られる中でこう不特定多数が参加するというところで、不特定多数の中で取引をこう信頼できるような形でやっていくという信頼確保のところで、プルーフオブワークのようなですね、コンピューティングリソースを、使ってそこを担保していくという一方ですね、パーミッション型と呼ばれているものが、パブリックも属しているものになってまして、許可された、組織で、複数の組織でコンソーシアムを組んで、その中でですね、取引を行うと。ただ、完全には信用しきれないというところではあるんですけど、不特定多数っていうところまで、いろいろ入ってくるわけではないので、分散合意のところはですね、割と軽めにできるということで高速な取引が可能で、プルーフ・オブ・ワークのようなアルゴリズムというよりはこう、古くからあるこう分散システム由来のアルゴリズムが使われることが多いです。で、ちょっとこちらですね、要件と照らし合わせたときに、このパーミッション型というのがエンタープライズで使われる一つの選択肢になっているという感じだと思います。でその中でファブリックなんですけれども、まさにですね、エンタープライズ向けに使われることを想定して作られたこうパーミッション型のブロックチェーンプラットフォームということで、先ほど挙げたようなですね、要件に対応した機能や非機能を備えております。詳細はまた後ほど触れていきますけれども、業界やユースケースによらない汎用的な仕組みになっていまして、性能を考慮したアーキテクチャ設計と、あとデータのアクセス制御の適用なんかも持っております。あとですね、本番適用に向けた安定性とかサポートっていうところで言いますと、先ほどプロジェクションスケースがあると言っていたんですけれども、グラディエーテッドということで、成熟していて、プロダクションレディーであるという位置づけのプロジェクトになっておりまして、あとですね、コミュニティの中でも、ロードマップが策定されて、継続的に開発が進んでいると。あとですね、こちらが結構企業的には嬉しいところなんですけれども、特定のバージョンに関してはコミュニティの中でこう、LTS、ロングタームサポートということで、長期、メンテナンスが保証されているバージョンが提供されているというところがあります。ちょうどこの3月にですね、新しい LTS 版の 2.5 というのがリリースされたというステータスです。
まあ、ただ先ほど あのご発表の中にもあったんですけれども、複数のですね、企業さんが、このファブリックを利用したブロックチェーンのサービスを提供しているというところで、まあ、そのサポート面でも、エンタープライズで使いやすい状況になっております。でこちらですね、ハイパーレジャーファブリックのユースケースについて、いくつかピックアップしてみました。でちょっとこちらもですね、個々の、事例に関して私がちゃんと押さえてというわけではないのでご容赦いただきたいんですけれども、ちょっとここでのメッセージとしては こちらにあるようにですね、さまざまな業種の、B2B のユースケースで実際に使われておりますというところで、こちらピックアップした事例自体はですね、あのハイパーレジャーの公式のページから、抜粋したものですので、ご興味ありましたら、こちらにあるようなキーワードであるとかリンクの方からご参照いただければなと思います。軽く、触っていきますと、まあ、金融分野ですと、CBDC の事例ですね、パブリックでも事例があったりします。あとは保険のですね、中でもこう複数組織間のデータのやり取りですとか、先ほど あの、中村さんのご発表の中にもありました貿易金融のユースケース。あとはですね、あのパブリック結構得意分野としているのはサプライチェーンとかトレーサビリティのところ、だと思っておりまして、ちょっとこの事例を並べています。で例えばあの食品のサプライチェーンということで、食の、まあ、安全安心を確保するようなトレーサビリティの仕組みに使われていたりとか、あと面白いところで言うとダイヤモンドのですね、出自の管理、とか、あるいはあの部品の管理ですね、先ほどのご紹介の事例に近いんですけれども管理、まあ、一例として、まあ、製造から、まあ、製品、をですね、まあ、売るところまでのエンドトゥーエンドの、まあ、トレースを、まあ、可能とするようなところで使われるというような事例がございます。ちょっとこちらもサプライチェーンにはなっているんですけれども、ちょっとそちらに限らずですね、ヘルスケア分野での活用なんかもあったりとか、こちらもご紹介ありましたけれども、サステナブルとか ESG みたいなキーワードでですね、環境情報のトレースであるとか、それに基づく可視化、こういったところに使われたりしています。ざっくり総括すると、割とですね、あの安全とか、まあ、命とかに関わっていくようなところとか、非常に価値の高いものを取り扱うっていうところの、何ですかね、企業をまたがった情報のやり取り、まあ、こういったところにこう使われているケースが多いのかなと思います。ではちょっとこちらからですね、軽く技術的なところに踏み込んでいきたいと思います。こちらのスライドにですね、ちょっと技術的な特徴をですね、いくつかピックアップしております。ファブリックの場合はですね、許可された参加組織でコンソーシアム、すなわちブロックチェーンネットワークを構成するというところで、一つ特徴としてはですね、あのこの組織、オーガナイゼーションという単位でこう信頼の単位を切っています。で実際にですね、それをどう判別するかっていうと、電子署名 X509 のによる、まあ、識別を行っているんですけれども、まあ、そういった特徴があります。あとですね、あのスマートコントラクトはファブリックの世界ではチェインコードと呼ばれてまして、まあ、割とファブリック界隈では頻発するキーワードなので押さえておくというのかなと思います。あと主な特徴のところですね、こちらあの順次次のスライドからご紹介していきたいと思うんですけれども、まあ、こちらの通りでございまして、例えばコンセンサスアルゴリズムで言いますと、結構 V1 でですね、アーキテクチャ大幅に改定して、まあ、性能向上のためのですね、新しいモデルが導入されたりとか、あとデータアクセスの機能も割と充実していきます。で、まずデータモデルに関してですけれども、こちらにあります通りですね、バージョン付けされたキーバリューとして管理されておりまして、各ピアがですね、2種類の台帳データを管理しています。一つはあのブロックチェーンということで、こちらの通りですね、複数のトランザクションをブロックとしてまとめて、それをまあハッシュ値につなぐという、まあ、いわゆるブロックチェーンのデータ構造を持っています。あと、ワールドステートということで、このブロックに記録されたですね、キーバリューの、まあ、履歴をたどった最新の値をスナップショットとして持ってまして、このキャッシュを持っていることで、まあ、最新の状態にこうすぐアクセスできるというところが、一つ、特徴としてあります。でこの情報自体はステート DB と呼ばれるデータベースの上で管理されてまして、まあ、内部の実装的にはレベル DB とかカージ DB と呼ばれるものを使うことが可能となっています。で、パブリックのコンポーネントですね、結構いろいろ出てくるので、
特に押さえておいた方が良い部分だけちょっとピックアップしているんですけれども、まあ、登場人物としては、ピアとチェーンコードとオーダラ、この辺りは押さえておくといいのかなというところで、ピアに関してはトランザクションを受け付けて、スマートコンタクトを実行して、するという機能と、あとはですね、台帳を管理しているというところです。でチェーンコードが、スマートコンタクトの実態になってまして、ピアから呼び出されて処理を行うと。であとですね、オーダラっていうのが、これがファブリックの一つの特徴なんですけれども、ブロックを作るところがですね、コンポーネントとしては分かれていて、この人がですね、トランザクションをブロックにまとめて、ピアに配布するという役割を持っています。ちょっとこれだけだと分かりづらいと思うので、コンセンサスの処理フローベースに、改めてご紹介していきたいと思います。フローとしてはですね、エンドースオーダーバリデートの3フェーズになっておりまして、まずエンドースのフェーズではですね、こちらにある通り、クライアントがトランザクションの提案を各組織のピアに投げます。でそうするとこのピアがですね、その受け取ったトランザクションを、ベースに、チェーンコードスマートコンタクトを実行して、その結果をですね、署名付きで返します。署名付きで返すので、ある意味お墨付きということでエンドースと呼ばれています。でこのエンドースをですね、複数の組織から集めまして、所定の条件、例えば多数決とかの、エンドースメントを集めるというのが、一つ、例えば合意条件になります。でその合意条件を満たす、エンドースを集めたら、今度オーダーというフェーズに移りまして、この、エンドース済みのトランザクションをまとめて、オーダーがですね、オーダーがまとめて、ブロックを生成しまして、そのブロックを各組織のピュアに、送ります。で今度最後、バリデートということで、それを受け取ったピアが、そのトランザクションをベースに台帳をそれぞれ更新していくという形になりまして、一つミソとなってくるのは、このチェーンコード、スマートコンタクト実行自体は全組織のピアがやらないでも、よくて、特定の、ピアだけが行えばよいというところで、そこで、性能面での向上を見込んでいるという特徴があります。で続いてデータのアクセス制御に関する機能についてです。大きくはですね、チャンネルとプライベートデータという2つの、機能がございます。チャンネルはですね、コンソーシアムに所属する組織の部分集合ということで、イメージ的にサブネットワークをですね、ブロックチェーンの中で切れると、ネットワークの中で切れるという、イメージを持っていただくと分かりやすいかなと思うんですけれども、こちら組織1、2、3、4とあったときに、チャンネル1はですね、この全組織が所属していて、そこにこう、一つのブロックチェーンがあると。で、チャンネル2っていうのが、この組織1から3だけが参加しているブロックチェーン。そんな感じのイメージです。で、プライベートデータっていうのは、このチャンネルの中でさらにこうアクセス可能な組織を限定したデータになってまして、ここではこの組織1と2だけがこう参加するようなものが定義されています。でここに参加しない組織に関してはこの情報を持たないんですけれども、情報を持たないんですけれど、このハッシュ値をですね、他の組織も共有することによって、なんかうまくこうデータのプライバシーを維持しつつ検証を可能にするというようなところを両立しています。で、非徴収権化に向けた動きということで、ファブリックをですね、これよりブロックチェーンらしく使っていくというところの機能というのも拡充されております。で、非中央集権的なところを意識した場合に言い換えると、単一信頼点がないというふうに言い換えられると我々は考えてまして、ざっくり言うとですね、この挙げている三観点でどうなっているかというところをちょっと確認していきたいと思います。で現状ですね、アイデンティティのところに関しては、参加組織が、それぞれ認証局を用意して、それぞれがですね、アイデンティティを発行するということができるようになっています。でトランザクション実行系に関してはですね、厳密に言うと、オーダリングのブロック生成の部分に関して、現在サポートしているアルゴリズムが、クラッシュフォルトトレラント体制ということで、なっているんですけれども、V3 っていうですね、今開発中のバージョンにおいては、ビザンチン障害体制、つまり悪意のある、ノードがあっても問題ないというところがサポートされる、予定です。現在開発中となっています。
あとガバナンス面ですねに関してですけれども、V1 の頃はですね、中央集権的な部分が残っていたんですけれども、ちょっと改善されまして、今は特定の組織に言わず運用ができるようになっています。で、ですね、ただ、設定のパラメータの調整の部分が、フラインになっているところも一つ課題かなと思ってまして、我々としては、そこも、オンチェーンで巻き取って、運用するような仕組みなんかを提案させていただいております。ちょっとこのあたりはですね、ユースケースとか、要件に合わせて、うまく使い分けていくというような形になるかなと思います。はい、で、こちら日本語でのですね、ファブリックの情報ということで、やっぱりドキュメント自体は英語ベースのものが公式になっているというところなんですけれども、なかなか英語だと我々日本人にとってちょっととっつきづらい部分があるということで、コミュニティの中でですね、ファブリックジャパニーズドキュメンテーションワーキンググループというのを、立ち上げまして、こちらの中で公式ドキュメントの日本語翻訳というのを進めております。でこちらですね、V2.2 というこれまでの LTS に関しては日本語翻訳済みとなってまして、そこまで機能的な差はないので、V2.5 はこれから翻訳するんですが、こちらも十分ご活用いただけるベースかなと思います。こちら URL からアクセスいただくか、あるいはファブリックを翻訳するとですね、もう今だと日本語のページが出てくるので、それがこちらの翻訳の活動の内容と思っていただければなと思います。こちら自体はですね、コミュニティの、レビューに基づいて、翻訳したものとなってますので、単純な機械翻訳よりは、かなり精度の高いものになっていると思いますので、ぜひご活用いただければ嬉しいです。はい、では、こちらのトピックからスピーカーの方をスイッチしたいと思います。はい、日立の近藤です。ここからはハイパーレッジファブリックのトークンのユースケースについて紹介していきたいと思います。で改めてトークンとは何かなんですけれども、一言で言うと、物やことの利用権というのをデジタル化したものになります。その中に大きく2つのトークンがあると言われていて、1つがファンジブルトークン、もう1つがノンファンジブルトークンです。でファンジブルトークンというのは、代替可能トークンを意味して相互に交換できるという特徴があります。例を挙げるとビットコインのような暗号資産のものであったり、セキュリティートークンといったものが挙げられます。もう一方のノンファンジブルトークン、NFT は代替不可能なトークンと言われてまして、これは物やことに対してユニークな識別子が割り当てられていることが特徴になります。具体例を挙げると、アート作品や不動産といったものが挙げられます。有名な事例ですと、NBA トップショットとか、クリプトバンクといった形で、何かしらコンテンツが、一つ一つあって、それを、マーケット上で取引する、そんなようなものが知られています。でこのようにですね、トークンというと、B2C のものが結構有名です。ゲームだったり、スポーツだったり、アートだったりと。そのトークンの本質っていうのは、その取引の厳選性とか来歴を証明できるというところにあります。ですので、そういった特徴っていうのは、B2B にとっても非常に意義が高いものというふうに考えています。つまり、トークンによって複雑なビジネスプロセスの合理化であるとか、新しいサービスの創生ができるということです。で、ユースケースとしては、サプライチェーンファイナンスとか、貿易金融とか、カーボンフットプリントというところに使えると思っています。ではサプライチェーンファイナンスの事例について簡単に紹介したいと思います。自動車業界とか電気業界ですとサプライチェーンが非常に長くなります。ですのでティア1とかティア2といった企業は運転資金の調達に苦しむということがよく言われています。でその解決にトークンを使えるのではないかという発想です。ティア1とかティア2の企業が、大企業に物を納めると、実際にキャッシュを受け取るまでに、30日とか60日とか、後払いになることが多いです。ですので、この時大企業がデジタル債券という形で、ティア1の企業に、債券を渡しますと。で、このティア1の企業っていうのは、ティア2への支払いにデジタル債券を活用するとか、
あるいはそのデジタル債券を金融機関に持ち込んで、それを担保に融資を受けると。そういったことをすると、じゃあ、主行盤上サイクルが改善して、まあ、ETF とか、ETF の企業がもっとこう、自助できるんじゃないか。まあ、そういった発想が、まあ、このトークンを活用したサプライチェーンファイナンスになっています。で、そういった、B2B の領域で、まあ、トークンを使うことが期待されているんですけども、まあ、いくつか課題があります。で、一つ目の課題は、責任範囲の明確化というところです。で、企業間の取引になってきますので、そのトランザクションを一体誰が承認したのか、もしくは確定したのかというところが、非常に重要になってきます。例えばそのトランザクションを確定したら、それを後から取引することができないというファイナリティが重要です。その他にも、コンプライアンス性の準拠であるとか、監査に当たるところを求められます。2つ目の課題は、秘匿性です。企業間の取引なので、その相対する企業だけでコンフィデンシャルにしたいデータというのが当然出てきます。その一方で、業界の標準に準拠して、きちんとコンプライアンスを監査をするというところも出てくるので、トレーサビリティも大事になってきます。ですので、このプライバシーとトレーサビリティのバランスをいかに取るかというところが一つの課題になってきます。で、3つ目の課題は、トークンの使い勝手というところです。さまざまな企業が参加するネットワークの中でトークンを使うので、全企業がそのトークンの使用をちゃんと理解していることであったり、あるいはそれぞれの会社で持っている他のアプリとどう連携していくかといったところが課題になってきます。で、これらの課題を解決するために、やっぱりサブリックを使ってトークンを実装するというアプローチがあると考えています。つまり、エンタープライズ向けのガバナンスと秘匿性というそのファブリックの特徴を生かしてトークンを実装するということです。一つ目の、責任範囲の明確化という課題に対しては、ファブリックの組織ベースのアイデンティティモデルというのがヒットすると思っています。どの組織が、トランザクションの、検証とか確認に必要なのかということをエンドースメントポリシーという形で定義できるので、これがまさにフィットすると思っています。2つ目の秘匿性のところについては、先ほど紹介があったようにチャネルやプライベートデータコレクションという機能があるので、そういった機能を使うことで、どのデータをどの組織に共有するのかというところをきめ細やかに制御することができます。3つ目のトークンの使い勝手というところに関しては、トークンのデファクトスタンドである ERC20 とか ERC71 という仕様に準拠することで解決できると思っています。ERC20 とか ERC71 というのは、おそらくイーサリアムで使われているというイメージが強いと思うんですけれども、この仕様自体はあくまでもインターフェースの仕様なので、この仕様にのっとって、やっぱりファブリックでスマートコントラクトを実装することはできます。ポプリアな仕様なので、まあ、その企業間で仕様の認識合わせがしやすいというメリットがあると思います。あともう一つ、のオリジナルのイーサリアムとソリーティというのが独自言語になってしまうんですけれども、ファブリックの場合は Go とか JavaScript とか Java みたいな一般的なプログラミング言語で書けるので、ここは割とメリットの一つかなと思っています。で、このようにですね、ハイパースファブリックで、まあ、トークンのスマートコントラクトを、まあ、実装するんですけど、例えばこんな機能が盛り込めますっていうのをこのように書いています。まずトークンを操作する上の基本的な機能である発行とか移転とか召喚とか残高照会みたいなものをスマートコントラクトに取り込みます。その他にも、まあ、ユーザーのアイデンティティ、所属組織とか属性によってアクセス権をコントロールするってことができます。例えば、トークンの発行をするのは発行体企業に限定するんだけれども、トークンの残高参照と回転は全ての組織、全てのユーザーでできるってことを、スマートコントラクトの、アクセス制御で実現できます。で、こういったハイパーチャーでトークンを実装するっていうところなんですけども、このトークンの参照実装は、このハイパーレッチャーコミュニティの GitHub で公開されています。で、この ERC20 とか91のスマートコントラクトが Go とか Java とか JavaScript で書かれていて、
誰でも利用することができます。使い方のドキュメントも一緒に揃っているので、それを参照することでファブリックのテストネットワークを立ち上げつつ、トークの発行とか移転というのを試すことができます。またそこのスマートコントラクトをカスタマイズすることで、さまざまなトークに応用することも可能になっています。で、例えばってことで、ちょっと、作ってみたのがセキュリティートークン、証券トークンの実装です。で、これまでもその不動産の証券化みたいなことは、よくやられてきました。ただその証券化するときにどうしてもその事務コストみたいなのがかかってきてしまうので、金額の大きいものしかこう証券化しにくいっていう悩みがありました。これに対してそのブロックチェーンを活用したトークンであるとかスマートコントラクトを活用することによって、データの共有とか取引の自動執行がしやすいので、少額の資産でも証券化するメリットが出てくるのではないかというふうに考えています。で、主な機能としては、最初に発行体がアセットを登録して、それをベースにセキュリートークンを発行して投資家に配り、投資家から集めた資金を運用して利益を投資家に還元すると。で、この一連の、移転というところをスマートコントラクトで実装するというようなイメージです。で、例えばなんですけど、投資家の人が何かしらセキュリティートークンを購入して、で、その購入するときに本人確認情報みたいなところをチェックしておくと、これぐらいできちんと確認してこの人は大丈夫ですというのを自動で簡単にチェックできたり、であと発行体が最後、募集した人がどれぐらいいるんだろうというところを確認して、でその集めた人に対してトークンを配布するみたいなところも、スマートコントラクトで、いっぺんに行うことができたりします。ということですね。トークンというと結構 B2C のイメージが割と強いんですけども、B2B の世界でもいろいろ応用先が広がると思ってますし、そこでファブリックを使うっていう、メリットもいろいろあるかなと思いますので、何かアイデアがある方はいろいろ試してみるといいんじゃないかと思います。はい、ここまでですね。はい、ということで以上はファブリックに関する技術的な紹介と、トークやっていくところを、終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。3分ぐらいあるので、ちょっとクイックに質問ある方、ぜひ、挙手いただければと思いますけど。このトークンっていうのは、このブロックチェーンの前提というものではなくて、あくまでオプション的な位置づけという認識であってますか？その通りですね。アベレージファブリックのユースケースの一つとして、トークンを作ったというところです。セキュリティートークンの部分についてで、ERC20 でイーサで組もうとすると、発行するタイミングって、コントラクトをネットワークにデプロイして、トークンの発行を行っていると思うんですけど、今回のこのハイパーレジャーの案件とかでも、実際に発行っていうふうなのは、そのイメージとしては、そのハイパーレジャーのネットワークにコントラクトをデプロイで発行っていうふうな形で実装されたっていう。そこは2つのやり方あると思ってまして、デプロイするときに発行してもいいですし、発行という機能を作っておいて、そこで権限がある人だけが後から追加で発行できるとか、そういった作り方もできます。なるほど。じゃあそのセキュリティートークンのコントラクトを後から、じゃあ、事実上はデプロイってことですか？デプロイというか、ミントっていうファンクションを用意してて、それを叩くっていう形ですか？理解しました。はい、そうですね。ちょうどいい時間になりましたので、これで、ファブリックの、セッションを締め切らせていただきます。近藤さん、佐藤さん、ありがとうございました。